軍事力によって物事は解決しない。イスラエルが入植をやめ、そしてパレスチナの人々の自治権を認める。このことによって事態が解決する。軍事では何も解決しない。このことをイスラエルの人々はよく知っていただく必要があろうと思います。私どもは絶対に差別殺戮を許さない。子どもや女性、年寄り、市民が殺されるのを見過ごすことはできない。そういう思いでこの場で4回目の抗議の行動をさせていただいております。明日は8月6日、広島で原爆が投下された日になります。そしてこの8月は15日をはじめとして日本中で戦争について、平和について改めて考える時期でもあります。この時、私たちは今現に行われている戦闘殺戮を見過ごすわけにはいきません。私たちは日本が侵略戦争をしたという歴史を知っています。だからこそ無法な戦争はしてはならない。絶対許してはならない。そういう思いでいますし、だからこそ日本国憲法が大事だというふうにも思っています。どうか市民の皆さん、ご一緒にイスラエルは差別殺戮するな、直ちに撤退せよ、この声をご一緒に広げていっていただければというふうに思います。それでは続きまして、全労連の森本さんの方から訴えをさせていただきます。イスラエル大使館前に集まられた皆さん、お疲れ様です。全労連の森本です。今もありましたように、イスラエルによるガザ地区への無差別攻撃、これは何としても撤回すべきだ。そのことをまず最初に申し上げたいというふうに思います。世界の歴史は戦争では何も解決してこなかった。殺戮は新たな殺戮を呼ぶ。そのことはアメリカが起こしたアフガンやイラク戦争、こういったことを見ても明らかであります。武力では何も解決しません。ぜひそれは大きな武力を持つイスラエルこそが譲歩し、そして決意をし、この事態をやめるよう、踏み出すべきだというふうに思います。そしてこの日本において何ができるか、このイスラエルに対して私たちがどう関わっているか、これこそもう本当に大きな問題だと思います。明日は8月6日です。核兵器がこの広島長崎に投下されてから69年目になります。イスラエルは核兵器を持つ中東でも唯一の国ですが、これに対して日本が正々堂々と、もう核兵器を持つのはやめようと安倍首相が率先して言うべきだというふうに思います。そして同時に安倍首相が今進めている集団的自衛権行使容認のための着々とした準備、これもすっぱりやめるべきです。そして武器輸出解禁を安倍首相は今年行いましたが、これによってアメリカと共同してイスラエルに圧倒的な武器をさらに送る。今イスラエルがなぜこのような圧倒的な武力を持つことができるのか、それはアメリカの支援があるからです。そしてそのアメリカとタッグを組んで日米同盟のためだと、維持だということを強調しながら、日本政府安倍首相は武器輸出解禁、そして集団的自衛権行使容認を進めています。お名前と、どちらから来たかと、どこの国の方かっていう自己紹介お願いします。僕はデイモンと申しまして、ニュージーランドから来ました。10年ぐらい日本に住んでいます。日本はどちらに、東京で。今東京ですね。今日は、今フライヤーをお配りになってましたけれども、まずその、紹介をしていただいていいですか。これはですね、17日に代々木公園でイスラエルの攻撃に反対するようなデモを行いたいなと思ってまして、このフライを配ってるんですけど、その日に一般の人になんかパレスチナ問題について意識を向上するために、いろんな人のスピーチとかやったり、いろいろ説明とかしたりするつもりなので、ぜひ市民の皆様に参加していただけたら嬉しいなと思います。